旬をお届け、採れたて綾部。10月第2日曜日、地元で天一さんと呼ばれる高倉神社の秋季大祭が行われました。開発が進んだ市街地に残る古墳、平家打倒の戦に敗れた後白河法皇の第二王子持ち人王が眠る墓と言われています。持ち人王の御霊を祀る高倉神社、平安時代末期、世はまさに平家全盛の時代。平家に追われた持ち人王は南都へ落ち延びる途中、追っ手の矢に当たり命を落としたとされますが、密かに丹波にまで逃げ落ちました。しかし腹部の傷が悪化してこの地で亡くなったという伝承が残っています。高倉神社の秋季大祭、持ち人王の傷を癒すため、人々が癒そう癒そうと声をかけ踊りを踊ったことが由来とされる火やそ踊りが奉納されます。かすりの着物にたつき掛けをしたささらと呼ばれる子どもたちが右へ回り、首から下げた櫛を背に押し上げ奉納していきます。中世から残る火やそ踊りは綾部市指定無形文化財になっています。天満宮お旗、奥宮神社お旗、皆さんのお旗、君地区の神社を巡る神輿巡行。重厚な神輿の後に男の子が扮する火の神様という荒人神が宮司と警護役を従えて車で進みます。秋季大祭の象徴として火の神様になることは大変名誉なこととされています。四方幸典宮司です。今の世の中ですけど男の子で、その土地に生まれて住んでる人ということでございます。で各自治会が順繰りにその適齢の人を推薦して、そしてお父さんがその警護役ということで一緒にまあペアで参加してもらったわけですね。ご苦労様でした。ありがとうございました。貴重な中世の田楽を伝える高倉神社の秋季大祭、傷ついた持ち人王を慰めようとした人々の優しい気持ちを伺い知ることができます。